男子ショートの感想をいきます。皆さん、こんばんは。1番目、ラトビアのトビア選手。はい、この選手はよく動いてるなと思いました。えー、張り切ってるっていう、そういった印象がありましたね。うん、得点は43.58です、えー。トルコのアリー選手、この選手は非常に筋肉質ですね。ただ、えー、と手にタツーがあったと思います。うん はい、でお客さんが少なかったですね、まあ、ちょっと後半の方増えていったんですけども、も、うんえー、とても迫力はあったと思います、この選手。えー、55.16という点数ですね、うんえー、ドイツの、えー、とヒューゴ選手はリバーダンスで滑っていました、えー、トリプルツトリプルトーループやってましたね、でステップの,この開脚技があったんですが、これは非常に、えー、かっこよかったなと、素晴らしかったなと思います、インパクト大きかったです。 54.71。ダニエル選手、この選手はスパニッシュカレバンだったかな、確か。うん、ちょっとスピードをかけてしまってミスも多かったので、38.12。ニュージーランドのヤン・ハオ・リー選手はです、ね、この選手良かったですよ。インパクト残ったと思います。とても14歳なんですが、9歳とか10歳くらいに見えました。うん、しかし非常にこうあの良かったです。衣装もとてもよくて、表情も えー、スター性があり、とても良かったですね、うん。ジャンプもトリプルループ、トリプルトーループだったり、トリプルループも良、えー、かったし、ジャンプも良かったし、スピンとかも良かったですね、うん。ただちょっと大人、このプログラム大人すぎたんじゃないかなっていう気は少ししたんですが、まあ、そこはちょっとどんまいということで、えー、ポジションも良かったし、スピン中のキャメルスピンの足が長さを、ねえー、感じました。57.88ですね。これはフリー進出してきたかなと思うんですが、どうでしょうかね。 えー、スペインのアイドリアン選手、この選手イケメンだなと思いました。うん。はい。まあ、座禅スピンをやってましたね。最近流行りのスピンなんですけど、ただミュージックちょっと変えてほしいなと一瞬ちょっと感じちゃったところがあったっぽいですね。うん。はい。46.43ポイント。エストリアのエ、えー、ゴ選手か、ジェゴー選手かな。は えそうですね。まあ、叫ぶような面白い曲を使っていたかなと思います。だ振り付けは良かったかなと思いますね。うん。えー、55.58点。はい。8番目。えっと、この選手はクリーズ・コーカス、コーカクス選手っていう選手です。このユズミダムーっていう曲を使ってます。このユズミダムーは、やっぱりどうしても、 ウクライナの、えー、シムラトコ君のイメージがすごい強くてですね、うん、まあちょっと抜けてるところが多かったなっていう感じがしました。曲は好きなんですけどもね、45.40、えー。カナダのエドバード・バッシー選手、はい。この選手はすごく難しい足さばきが多いんですが、えー、ジャンプの失敗が多かった。あのお尻のところが膨らんでたっていうところがあったんですが、なんかあのサポーター入れてるんでしょうかね、すごい運動量は感じました。57.22、えー。57. 22 えー、香港のダオ選手ですね。この選手は、えー、キャバティナという曲を使ってました。えー、トリプルトートリプルトウは1本で飛んできた。うん、トリプルループは終わったんですね。でこの選手はなんかいちいちこう顔チェックしたりとか、結構キスクラでもなんかすごいチェックしてましたので、ちょっとなんかね、うん、そこがちょっとインパクト残りましたね。はいまあ、この曲はなんとなくまあ愛の悲しさをイメージしてるのかなという気が,気がしました。 アルメリアのサーメン選手は、えー、マスクの曲でやってましたねで。この選手、衣装が面白かったですよね。あの黄色と黄緑で面白かったですで。前半がとても良かった曲を使ってて、曲調良かったです。後半がちょっと微妙な感じがしましたが、ただポジティブシンキングの人だなという感じがしてますね。はい、えー。次、星マーク1つです。台湾の、えー、ユイン・シン・イン,シン。 サン・ー選手。はい。この選手は明るい感じで良かったです。音楽もとても面白かったし、トリプルストリプル通れば花丸で決めていきました。うん で、カルマ AJR っていう曲を使ってたっぽいですね。ステップをフレして、見ててこっちがプラス思考になる、そういった感じでしたね。柔軟性もありましたね。うん。ジャンプもコンパクトで、とても良かったと思います。で、コーチ、佐藤由香さんが隣に座ってたように見えました。56.67ですね、うん。この選手はインパクトを残りましたね。はい。カザフスタンのオレグ選手ですね。この選手はメロードラマな曲でしたね。 なんかこう、なんかメローな曲ってどういう意味なんだちょっとそういう感じがしますね。で、あの、受動スールローズっていう、これ、これは、バラの上で眠るっていう曲なんですけど、なんかそういったメロフチックな曲だったなと思います。え、クリームキンも良かったというか、やってましたし、なこの人面白いなって思いましたが、先生見た瞬間、目が点になりましたね。なんかこんなう、<laughs> はい、思いました。51.79です。はい。 えー、ポーランドのヤコブ選手は、そうですね、この選手はですね、天国への階段を使ってましたね。よく動いてたんですけどもね、うんえー、表現やパフォーマンスも非常に良かったと思います。60.96高い点が出たかなと思います。えー、スロベリアのデイビッド,ビッド選手は、 えー、そうですね、トリプルトリプルトし、ス、テッピングアウトしましたが、トリプルルーパは良かったです。中盤滑りもよくて、彼に合ってるんじゃないかなというところがありましたね。えー、55.62、えー。次、星以降ですね、グルジアの、えー、コンスタンテン、えー、スパータシュビリ選手、はいえー。この選手は非常にインパクトが残りましたで。ゾンビ風の衣装ですね、同じグルジアの女子の選手で、えー、インガちゃんもいますが、ちょっと衣装似てるなって思いました。うん えー、あの天才衆がしますね、天才衆がする、この選手は。えー、であのジャンプも決まった。で世界観というか、まあ、曲がまずスペシャルかなっていう感じがしましたね。ただ、表情がやっぱりインガちゃんもですけども、少しグルジアの選手、表情がいまいちなのかなっていう感じはしましたね。うん、f o イ e r エンジェルズ、Fear2 なんとかっていう曲で滑ってたということですね。はい えという感じで、なんか書いてますけど、な,な,ん,かなんとかの似てるって書いてますな。なんだこれ、なんかちょっと読みなメモしたのに忘れましたね。 うんえー、58.97っていう得点でした。首首ル・リチャードにあ。あ、これあれだ、あれだ。えー、歌詞と似てるって書いたのかな。どういうことだ、一体。うん、この曲の歌詞と似てるっていう感じかな。えー、スイスのノア君は丸と星ですね、うん。なぜかっていうと、ケスクラでなんかマジックうしてましたね,なんかね。ティッシュ使って。なんかそれでちょっと星をブトンゲットっていう感じでしたね。でこの選手は、まあ、これスタ,ンダスタンダーズっていう曲で。まあ、社会的皮肉を を感じる曲ですね。で、彼はまあ黒人というか、肌がまあ黒人で出身だとね。このスタンダードっていう曲が。 まあそう社会的風刺,風刺を感じる、うんまあ、黒人の権利といいますか、そういう,こう差別的なものにこうなんかこう訴えにかけていくというそういう感じだと思うんですよね。でそういったものをこう感じる社会的皮肉なプログラムだなという感じがしました。えー、大きく身体を使った体を使った質がとてもいい演技でしたね。うん、ただ最後、音羽目失敗してマイナス2点がいって、マイナス2点減点,点,点があったということで、これかなりもったいなかったなという感じがしました。 で、手から血も出てましたんで、ちょっとそこら辺が心配でしたね。うん。はい。62.83という点数。えー、アメリカのダニエル・マーティノフ選手はですね、この選手、花丸です。うん。まずトリプルアクセル、非常に綺麗に決まりました。ジャンプはもうトリプルフリップ、トリプルトーンも見事に決めましたね。 うん、曲はこれ、ランド・オブ・ウォールという曲で、ダークな感じだったんですが、なんか叫びにも聞こえたというね、不思議な曲でした。レベルが高さを感じました。ニコライ・モロソさんがいたかな、多分んね。73.93、この選手、力強さを感じて非常に良かったなと思います。ジャンプ内容、技術的なレベルも高さを感じました。はい、ハンガリーのアレクサンダー・ブラセンコ選手ですね。この選手も同じくユネビダムブーンを使ってました。 えー、60.65という点数ですね。まあ、ちょっとでも大人すぎたかな、このプログラムってちょっと感じますね。まあ、彼が大人っぽいので、ね、ジュニアとは思えないなと思いますね。うんえー、スウェーデンのカスペー選手は、ちょっとすみません、印象がちょっと見つけられなかったんですけど、平凡なプログラムだなと思ったんですが、まあ、あのあ最,初最終的にはポジティブだったかなという気はしましたね。59.25、ちょっとね、平凡なのかなという気はありました。はい、一方カナダの、えーあれ アレクサラキック選手ですね。この選手はハート2つに星1つの、うん、か,なりかなり面白かったあの。印象残りました。優しさを感じるということで、えー、トリプルフリップ、トリプルトールピプがあったですねで。彼は繊細で、このハローっていういい選曲も知ってましたね。うん。衣装も、えっと、白と薄茶色の感じの衣装で。 インパクト残ったし、トリプルアクセルが決まった。トリプルループちょっと微妙でした。うん。えー、きだし美しいし、ウィンドミルのスピンも3連続良かったですね。え、ステップもーとでも繊細で細かいし、難しい技を織りなすところが本当に似てて優しさを感じたというところ。優しさっていうところを感じるのが彼の魅力だなと思いましたね。うん。彼は確かジュリアングランプリだったかなえたかと思うんですが、えー、とてもその時からインパクトに残ってました。71.34ですね。ちょっとファン突入の恐れです。はい。 えー、ブ,リブルガリアのフィリップ・えー、カイマドシェフ選手。この選手は面白いんですけど、なんか僕のことを見たアピールが多いですね。うん。あの、ちょっとお姉的な感じというか、まあ、ちょっと少し通っておきまして、ね。で、キスクラでも先生とのキスクラ笑っちゃったんで、ちょっとすいません。えっと、ザブトーンちょっと三角ですよありました。あの、獲得ですね。ただ36.28って、これ最下位になってくるのかな。うん。はい。 ちょっと金が鳴ってますけどね。はい。えっと、まあ、というわけで、そうです。この選手でも最初、出だしに、ね、出るとき、すごいやる気に満ち溢れたんでね、結構やってくれるのかなと思ったんですが、まあ、アクセルチャンプはこは、ダブルアクセルで、こう。 転倒しちゃったのかな。まあ本当ね、すべての技が、ね、赤になっちゃったので、何かしら減点はあったと思います。うん、でただあの、ステップ中とかもちらちらチ,ラチラこうャッチを見たりとかするイメージがあったので、な、ま、ぜ、あ、か印象に残るという、そういう面白いスケーターだったなと思います。はい なんかフィギュアスケートあの解説の方がなんかスケートを好きみたいな話もしてましたねで。5年間彼はスケートしてなかったみたいな解説もあったかと思うので、あそうなんだとかちょっと思いながら、ね、見てましたね。はい。うん、まあなんか、点数出た瞬間の呆然とした顔もちょっとツボでした。はいえー、続きまして、えー、とミハイル・フィー選手。はい この選手はアメリカですね。うー,んネバーイナフという曲を使ってましたね。彼も、まあ、結構大きな動きで、まあ、女子のクラルセオ選手のような、まあ、すごく壮大感のあるプログラムをしてくると思うんですよ。で素敵な選曲だったんで,で、いつも結構、ね、スピードがあるんですが、今日はジャンプの前に特にスピードが落ちてしまったかなと思います。すべてのジャンプが制裁を変えたで。トリプルアクセルとトリプルループが点灯で、ルッツもこれはワンハンで落ちました。はい ジャンプは本当にいかなかなったただ、イーグルで、レイバックイーグル、イーグルをしながら体を襲う動きがありましたが、これは良かったですね。彼の独特な技かなと思いました。え心に響くネバーイナフのプログラムかなと思います。しかし、今日は全てのジャンプのスピード入りが遅かったと思いましたね。で、プレッシャーがけがあったのかなって思いますね。うん、大舞台でのどうのこうのって言ってましたね。解説の方がね。で、スピン、スケートの流れはいつも通り良かったので、まあ、ジャンプのミスが持ってなかったというところでございますね。スケートのスケール 大きさを感じましたただ53.46ですそしてイタリアのラファエル・フランシスコ選手、はい、この選手は僕は非常にファンです、はいえー、とても面白くてコンテンポラリーの要素を含んだ動きでとても力強く巧みなスケートに 加えてエッジワークの力強さ、えー、そして乗る位置がすごいと思います。もうとても目に入ったし、えー、目を離すことはできないと思います。すごすぎてどうしてこういう風に滑れるのかって疑問さえ思いますね。うん、えー。そういったスケートをしてくれます。ただジャンプが少し苦手意識があって、アクセルはこれはステッピングアウト。トリプルトリプルもステッピングアウトでしたね。トリプルループ。まあ、あの彼は結構ジャンプのミスをするので、その中では良かった方なのかもしれませんね。うん。ただまあ、今後とイタリアのに注目の選手になってほしいので、 もっとうまくジャンプいってほしいなと思います。62.48でした、えー。韓国の選手、ユン・グン・ヨン・キム,ユンヨンキムっていう選手、この選手は花丸3つ、うん。見事でしたね。素晴らしかった、えー。プッチリ・トスカを演じてました。オペラの曲に乗せて。 トリプルアクテがまずは20丸。トリプルルス、トリプルトもトリプルルーも20丸でしたね。高さ、幅、存分に見せてきました。トリプルアクテ、力強い。で、途中のスピードのところのね、力強さだったり、この曲,に乗せたと曲に乗せて、えとても良かったなと。見応えがあって、き力がものすごかったので良かったですねえ。ジャンプの幅、高さも十分あった。75.77で一気に上位に入ってくるという感じです。もうイン、クなんだろう。あの、強さを感じましたね。うん。はい。 注目していきたいいたと思います、はい、民曲は今回出なかったのかな、そういえば。うん、続きまして、日本の吉岡望選手、二0丸と星2つでしたね。花丸に星2つ、はいえー。彼はおそらく今季1だったんじゃないでしょうか。うん、もうはっきり言って、やればできる男感満載でしたね、今回ね。す、う、べ、ん、ての技に自信を感じました。うん、マラギーダという曲ですね。 えーまあ、あのちょっとステップの時の表現もうちょっと欲しいんですけども、まあ、そこは来年のお楽しみということにしましょう。まあ、緊張したのかなっていう感じはね、ありましたけども、まあ、先生から気づきがで緊張したって聞かれましたが、彼はなんか、うん、うんっていう感じで、なんかちょっと先生も苦笑いっていうところがあったんで、そこがちょっと座布団追加したくなるところですね。うん、そしてあとは、まあ え先生も大喜びしてましたし、まああのねえーあの、今期の中でもかなりいい内容に僕は思いました。トリプルアクテルも幅高さがあって、加点も2点ぐらいもらっていたかと思います。す、う、べ、ん、てのじゃトリプルループがちょっとあれでしたけども、加点が大きくついてましたね。トリプルループ、トリプルトウも花20まででした。76.44、うん。これはシーズンベストになってくるのかな。確か。ねねすごく良かったですよね。はい。 続きまして、フィンランドのマッカーサンティセブ選手。はい。この選手もとても良かったと思うんですけど、ただまあ,あ、非常に残念でした。途中でピーティー、笛吹かれたんですよね。 まあこれは本人の過失もあるかと思うんですけども、途中でこのスケート靴を止めるこうフォックっていうのがあるんですよ。まあ、スケート靴と,スケートとこう衣装の止めるところにこの足のこのところに、ふーってこうえ靴があったら、その下にこうやって紐を巻いてこういうふうにします。そこが外れたんですね。で、これ僕もマスターズの大会とかや,やったんですけど、僕の時はピーって鳴らせなかったんですよ。で、これ鳴らされちゃって、あの彼が自分の意思でやめるって言ったんじゃなくて、勝手にピーってでくから、しかもピーピー ででなんんかも 3, 回くらいやられたんですよねだから結構やめさせられた感があったんですよ。でもね、ぶっちゃけ危なかったんで、まあ、あの選手の安全のためとかもあるんですが、結果的にジャンプも点となかったんですが、それでマイナス5点食らってます。はい、これジャンプ1つ分の えー、やつよりも大きい減点ですので、かなり厳しい減点ということになりましたね。うんまあ、彼自身は、まあ、あれはステップ、あのー、に入る前のスピンのところで、えー、スピンのところだかジャンプ、トリプルループ終わった後かな、2位は外れてしまったんですけども、た、まあ、多分彼は気づいてましたから、それでも滑り続けたんですよ。でも、ステップの途中で通常でも詰ませたり、でも、そのあたりもプーって引っくり返えたんで、まあ、その動揺もあったかもしれませんね。うん まあ彼の動きはこれ、パイレット・オブ・カリビアン、アンジェリカに乗せて非常にこう、まあ、 えキレがあって、キレッキレのね、えー、非常にこう、何て言うんだろう、つなぎに工夫がありまして、すごくこう、見応えがあるんですよね。うん。で、まあ、ちょっと笛の P っていうのと、あと、フックが外れてしまったっていうのは残念ですね。うん。ただ、まあ、ジャンプもトリプルルッツがダブルルッツになって、オーバーターンでトリプルトーを打ち方してはあったんですけどもね。うん。いや、あの演技の質は非常にいいと思います。なので、えー、ちょっと曲が止まってしまって、えー、まあ、あの、 ここは非常に残念ですが、彼のポジティブシンキングのところは見られたんで、そこは結構あるのかなという印象がありましたね。ちょっと残念でしたけど、演技はすごく良かったです。はい。次、えー、中国のユードン選手ですね。はい、この選手、ファンですね。素敵です。うん、とてもかっこよくて、なんか見ちゃいますね。うん。で、曲がこれは、えー、とシェーリン・ポーの振り付けだそうですね。民族衣装の楽器に乗って。 多分中国でしょうかね、こんな動きもありましたね。はい、結構あります。うん、で黒の印象で、なんかこう、ちょっとこう、なんかね、なんとも言えない雰囲気を持って、かっこよさもあるんですが、ちょっとかっこいいというか、なんて言うんだろうね、なんかなんとも言えなさがあるという感じでですね、とても僕は好きなんですけども、えー、この選手が、はい。 うんまあ、ジャンプね、えー、っと結構決めてくるといいんですけども、ルッツでまさかの転倒してくるんですよね。うん、まあ、あの、ジュニアの時のおたけびがね、どうしても僕はここに残ってるんで、まあ、フリーで4回転今やってくるんで、できればね、 うんまあ、トリプルアクセルは花丸に決めてきたんですよね、やっぱね。うんはい、太鼓のリズムとかに乗せて、アジア調の曲に乗せてですね、良かった感じがありました。力強く、綺麗な力、ここら辺はいつもあると思いますね、うん。顔も結構いいかなっていう気はしますよ、僕はい。65.93ですね。まあ、この点はま,あまずまずなので、まあ、フィリーで頑張って4回転とか決めて、おたけび上げてほしいですね。あのおたけびを、ゆんのおたけびはに一生忘れませんはいうん。 えー、続きまして、ウクライナの、えー、キリロ・マーザックスあこの選手も、えー、最近結構あの面白いというか、ね、結構注目してて、まあ、ウクライナのシュムワトク君が最近見てた中で、このキリロ君が活躍できてしてるのかなという気がしました。うん、でこの選手はあのタブローっていって、タブルーですね、画面の左上に書かれている、まあ、あのなんだっけジャンプの表ですよね、あれでミスがあったんですよ。 あの、スピンのところで、なんかこう、バッテンになっちゃってて、まあ、キックアウトになったんですけども、あれ、スピン間違えたかなと思いました。うん、今年はフライングキャメルが規定なんですけども、フライングシットスピンっていう評価になってて、これはバッテンでしたが、これはあのテーブルの方が間違いだったんですね。だから、えっ、ー、と、問題なかったです。フライングキャメルちゃんとやってましたし、シットスピンの足換えやってたかなと思います。多分ですよね。うん。なので、え、あれですよね。あれ あってかな間違ったりして。まあいいや。うん。なので、まあそんなことだったと思います。で、まあそれはちゃんと良かった。で、ジャンプがトリプルアクセルはちょっとこらえたところあったんですけども、まあルッツとは3差で決まって、ループが決まったんですよね。ジャンプは決まって、ガッツポーズ来ました。はい。で、全ての出に蹴りがあったんですよね。ただ重いプログラムなんですよね。うん。まあ多分だけど、今のウクライナの状況がああなってるっていうところを、まあ投影してるプログラムなのかな ちょっと分かりませんけど、そういうふうな印象を受けてます。65.55ですね。うん、最近、こういうあの局長、ウクライナの選手多いから、っていうかシュモアトコ選手え、キリド選手、憧れてるかなっていう感じもするので、まあ、それもあるのかもしれませんね。はい。うん。はい。っていう感じで、丸と星ですね。うん 次、イスラエルのレブビノク選手ですね。はい。この選手は良かったように見えたんですけども、スルーゼルの技で、なぜか小さい減点が全てにあった気がします。トリプルトリプル以外は確か。うん。あの、スピンなんかでも減点があったので、減点されるように見えなかったんですけど、ちっちゃい減点がちょこちょこあったんじゃないかなっていうふうに思います。うん。で、スピード効果が少ししんどかったんですけども、まあ、ユニークといいますか、まあ、冒険的な演技だったなっていう気がしますね。うん。衣装が水色で黒の こうバッテンみたいな背中にあったりして、この衣装でも見あの結構、見取れるものがあるんですけどもね。うん58.9、た 58.、まあ、あのチリも積もって減点がね、それでちょっと前あの点が伸びなかったかなっていう印象はありますよね。トリプルアクセルもまあ、まああ決めたというかね、うん、ありましたから。はい、うん、次、えー、フランスのフランスはピドット選手。あこの選手はね えー、なんかフランス人らしいっていうか、なんて言うんだろう。こういう人はわかりにくいですけども、なんかこうピアノの戦術というか、まあ不思議な感じというか、不思議な感じというわけじゃないんだけども、まあバレエ的な感じというか、コンテンポラリー的な感じというのがな、なんて言うんでしょうかね。独特な感じも見せつつ、静かに強さを見せる感じのプログラムで、これはなんか見ちゃうっていうのがありますよね。 はいい、えー、そうっった印象を持ってますべ、うん、ての技、ね、巧匠な感じでですね、なかなかこう、他の人が真似することが難しいといった感じでしょうかね。うんえー、そういった感じで、これは、えっと、えーねはい74.91、高い点出ましたね。トリプルアクセンも良かったし、うん。彼は確かショートはいつも良かったのかな、確かに、ね。フリーでいつも失敗しちゃった。 っていうイメージがあったので、まあ、はい、確かそんな感じがあったかと思います。トリプルってダブタイルとトになったんですけどもね、うん、まあでも、て高い点は出ましたんで、まあ、質が高いと評価はされていますね。はい。 え続きまして、カザフスタンのラックハットブイリン・ブラーキン選手ですね、キーピングミアライブ l っていう曲。この選手は髪型がまず気になって、2、えっと、ブロックで、まあ、結構2ブロック激しくなってましたね、うん。ちょっとこちらが伸びて、こっちはかなり反ってたっていう感じました。そこがちょっと目がいきました。うん、でただ、トリプルアクセルはまあちょっと詰まったんですが、迫力あったんですが、フリップドーのダブルになったっていうミスがもったいなかったですね。うん、でステップの時の時途中であの真ん中あたり スライドがあったんですが、このスライドめちゃくちゃかっこよかったですね。うん。切れは鋭くて良かったと思います。ただ、ジャンプのミスのもったいなさがあったなっていうところですね。62t47、キスクラでは先生2人とも呆然としてました、はいえ。イギリスのエドワード・アプリビー選手、この選手はなんとなくイギリス感がありますね。 なんていうのかなサンダーバード感って言いますかね。だ <laughs> から、ね、イギリスの選手ってサンダーバードに見えるんですよね。何なんだろうって。なんか、こ,こ,こんな感じで、何て言うんでしょうかね。動きがね、この、なんかこう、サンダーバード感があるっていうか、な,なんか、どういう言って言のかなそういう感じがね。なんか、ね、あの、うん、そういうイメージがあるんですよね。うん。イギリス大差と言いますかね。そういったものがあるということでございます。うん。で、ステップのところに、眉毛もなんかちょっと濃い、なんかその感じがイギリス人なのかなっていう、そういうのが、ね わかかるっていうかちょっと意味言ってる意味が分からないですよはいで終わった後のリアクションに座布団1枚獲得ですねうん表情がなんかポツンとこうこういうな,なんかこんなこうこんな,こんな,なんか顔しててなんかそう何て言うんだかな、うん、ああ僕演技終わったっていう顔だったのでそこちょっと座布団をもらえるっていう要素になりますねはいうん62.49ですまあ、そこはやっぱ僕大事ですやっぱそういったところって結構一番な大事なんでうん見いちゃいますわね はいえー、次、アメリカのルカス・ブロッサード。この選手、最近ハマっててファンなんです。で、結構、歌舞伎視聴者の方でもル、ルカス・ブロッサードの人気が上がってくで、今回も、結構、その、ファンの、まあ、結構、お客さん、ま,あ、ま,ば,まばらにいたんですけども、少なかったまあ、後半のちゃんですけども、結構、やっぱ、拍手が多くて、人気ありましたよ。うん、普通、結構、このリックの中でも人気あった方なんじゃないかなって思います。うん、ルカス・ブロッサードくん、これ、人気が高まっていってます。ただ、衣装がエプロンっぽいですね。 なんかマ,マ,ママみたいな感じがしました。うん、ママが着ているような,なんかエ,エプロンというか、ななんんかかちょっとねなんかこうこの辺とかもなんかエプロンっぽい気がしたので、それがちょっとたまに傷だったのかなていう気はします。できれば黒くてアディオスの人形なんだから、まあ、黒くてもっとこうこううなんかねネクタイがあったりしたらなんかちょっと、ね、いいのかなていう、ちょっと思ったり勝手なお世話ですけど、思ったりもするっていうのがあるわけですが、まあ、でもジャンプはトリプルアクセル、ステッピングアうト。うん で彼は、まあそ、そもそも外にトリプルアクセルはあんまり入れてなかったんで、まあ、これはナイストライなんじゃないかなっていう気はしますけどね。うん。これ、ステッピングアウトで、トリプル、トリプルとは決まって、ループも決まったと。ただ、あの、インサイドからの、インスイラルからのトリプルループですから、これは本当にこう、難しいというか、見応えがありますよね。 はい。えー、そんな感じです。うん。いつものように毛ではあって、表情も非常に良かったかなと思います。彼の表情っていうのは、こう、何て言うんだうこう、結構たまにこう、ちらっと、こう、ジャッジを見る、こう、ちら、ちら見してくれるところがね、こうみ、なんかちょっと一瞬ドキッとするところがあるというところですね。うん。演技の質もいいので、77.01ですね。もう本当にこう、こ,これからどういううに成長していくのか、えー、見たくなっちゃうというところでございます。はい。 えー、スルバキラのアダム・ハガラ選手ですね。この選手はフリーダム、フリーダムっていう曲を使っていました。で、フリーダムっていう曲を使ってるんですが、なんかラララとか言ってて、ずっと同じ曲調が続くんですけど、この曲他に滑ってるしてませんので、なんかアダム・ハガラ君のプログラムだなってちょっとわかりますね。うん。あのー、 まあ結構ステファン・ランビエーのちっちゃい、あのねあのまあ、それトレイクシティオリンピックあたりの頃に少し似てるな雰囲気が持ってるんですけども、まあ、ちょっと表情はね、硬さはあるんですけど、まあジャンプは全部今日も決めてきたんです。多分回転が足りなかったところもあったのかなっていう気はしますね。うんまあでも プログラムはギリがスピンがちょっと遅いかなと思いました。うん。まあ彼はちょっとスピンが少し遅いあのところがあるので、そこがもっと速くなってくるといい気がしますので、ね、ただ全体的な内容良かった気はしますね。ユニークだったし。うん。はい。えただ66.71でシーズンベストは更新はしてると思いますね。はい。えー、っていうところです。 はい、次、あ,あそう、えー、スイスの直オケロシ選手ですね。驚きました。うん、素晴らしかった。エルフラメンコ、これ、かわいい子さんの、えー、と曲に寄せてね、時々、かわいい子さんの、ね、他の楽曲でもやってましたね。メドレーということで当たったのかな。うん。で、ちょっと雰囲気変わりましたね。直オケロシ君は昔、ちょっと、あ、ちょっと、今期の前半、まあ、前、前の方は、まあ、あの中村俊介君にちょっと雰囲気の似てるような感じだったんですけども、今回髪の毛ちょっと伸ばしてですね、 まああのちょっと雰囲気変えて、イメチェンしたかなっていうところがありました。うん、結構かなりイメチェンして、あれ、ナオキローシ君だよねって,一瞬こうってね、瞬間と思っちゃったぐらいでしたね。うん、で、えーと、なんだっけ、トリプルアクセル、彼は全体的に今回、ジャンプが本当もう、もう何でも何としても決めてやるっていう、こういった鬼表情でやってまして、ジャンプの着地ももう絶対決めきってやるっていう感じでしたね。でトリプルアクもも本当にもう,、えーともう 決めましたし、たトリプルループ、トリプルトーループ、ちょっと減点はあったんですが、もう無理やりもう降りました。もう絶対降りてやるっていう気持ちを感じましたね。うん、着氷がまあかなりこう、もう、うん、もう、ふってね、もうやってましたね。もう本当にこう、何としても加点を取るっていう、そういう着地にしてましたね。うんはい で途中で曲がレッドバイオリンに変わったりもありましたけども、まあ今季一の迫力があったなと思います。がむしゃらに滑ってました、ね。最後は嬉しな気が見えましたね。うん。はい。で、点数が79.46なんで、まあ、結構いい評価だったんじゃないかなと思いますね。まあジャンプがやっぱりちょっと無理だに着地した部分もあったので、どういう評価になるのかなと思ってましたが、79.46は結構いい点数なんじゃないかなって感じました。うん。まあぶっちゃけフリーの方が心配なので、フリーもなじ越えていってほしいなと思います。はい。 え次、カナダのウェスリー・シュー選手ですね。はいえっと、この選手は今季の中でもかなり良かったです。うん、あのまずね、えっと、全体的な、ね、滑りっていうのがね、あのなんていうのかな、こう表情が良かったです。うん、とてもやわらかかったで。いつも彼はちょっと暗いかなっていうのあったんですが、彼も少し髪の毛を伸ばして、ちょっとこう雰囲気を変えて、表情が終始優しかったなと思います。うん でまあ、あのちょっとミスが今季多かったんですが、ショートは、まあ、トリプルループもトリプルアクセルも花まで決めてきた。でトリプルルーツ、これ手をついたんで、あのダブルトーにするかなって思ったんですが、そこをトリプルトーを無理やりつけましたね。うん、でそのトリプルトーは綺麗に決めたので、まあ、だからこのトリプルトーをつけたところは本当に良かったですね。うん、でこれは解説の方も話していたと思います。はい で、えー、っと、まあステップとかも、えー、そういった他の要素、スピンとかも非常に良かったんで、まあ、今期の中でもかなり良かったんじゃないかなっていう感じがしました。うん。で、こうやってちっちゃいガッツポーズもあったし、表情,表情が穏やかでしたね。うん。良かったです。で、得点も80点を超えてるんですよね。うん。なので、まあ結構テクニカルも42点、20ですので、まああのミスはあったんですが、結構いい点で、PC さん38点ですので、結構いい点だなって思いますね。うん。はい。 ね、すごくいい点ですよね。80.5 6る感で、まあ、だからジャンプが決まってくると、もっといい点が出たっていうことなんで、結構強さを見せてきたなと思いますよ。うん。まあ、フリー、彼も4回転予定してるんで、4回転が決まるかどうかを注目していきたいと思います。はい 次、残念でしたね。ガザフスタンのディアス・イェンバイブ選手ですね、はい。この選手はね、ちょっとショートがミスがありました。フィーバーの曲に乗せて。うーん、赤のちょっと面白いヤンキー風の優勝を着たんですけども、まあえー、ダブルアクセルは良かったんですが、まあ、トリプルルッツ激しく転倒ですね。はい、トリプルルッツ方かったですねで。途中で僕思ったのが、竹内春君に少し似てるかなって一瞬ちょっと思っちゃいました。これ僕,だけかも僕だけかもしれません。滑りの感じ だとともちょっっ似ててるかなって勝手に思いましたねあ、59.77。うーん、まあ、点数はいいのも出てきはするんですが、まあ、ちょっとやっぱね、要はトリプルアクセルとかもやってなかったんで、まあ、絶対決めてほしかったところを失敗しちゃったんで、悔しいなっていうところですかね。まあ、でもフリーのラクマイキの曲の楽曲、すごい好きなんで、うん、フリーで順位上げてほしいなと思います。 はい、そしてもうめちゃくちゃかっこいい選手ですね、スウェーデンのアンデアス・ノーデバック選手、うん、このプログラムをぜひ見てほしい、うん、もうほんとかっこいいですね、めっちゃかっこいいですね、もうなんだこの足技はっていうね、途中のこの空気感、もう車の延長のブーブ,ーブ,ーブーっていうところが始まって、そこからこう穏やかにこう男渋いっていうね、こう渋い男渋い曲で、もうジュリアのプログラムじゃないんですけど、もうジュリアのなんかこうね、 だけどなんかいいっていう、なんていうのかな。こう、大人顔負けっていうかね、ちょっと。 これはね、やばいっすよ、本当に。うん。大人顔負けですね。大人顔負けのプログラムなの、うん、足さばきが本当に良くて、足技。うん。ステップシークエンスも、なんかこう、こうなんかヘランチとかやりながら、こう、あとは、こう、ちょっと目、前出して、こう、うわーって、こう、胸を張って、うわーってやるこういう動き、うわって動く、かっこいいですね。いや、空気感、見せ方半端ないですよ、本当に。うん。もう素敵でしたね。なかなかこの技は難しいですよ。うん。で、もう見入っちゃいました。うん。 でね、自信を感じるんですよね。なんか、なんか、なんか、こう、ドヤ顔が時々あるので、まあ、演技が終わった後もドヤ顔っていうか、そういうのがあったんで、やっぱこう、自信を持って、ね、滑ってるのかなっていう感じがありますね。うん。ただまあ、ジャンプはトリプルアクセルがワンハンド立っちゃったんで、まあ、そこはもったいなかったと思いますが、トリプルトリプルとトリプルループ良かったと思います。うん。76.82ですね。まあ、今季の中ではいい方かなとは思いますよ。ミスも結構多かったんで、今回はね、今季は。はい。 まあ、フリーで乗り切ってほしいですね。いや、ほんと、滑りが本当にかっこいいんで。うん。ちょっと見入っちゃいますね、僕はね。はい。うん。はい。 えー、そして、三浦佳生選手ですね。はい。えー、三浦佳生選手は、ミケランジェロという曲で滑ってましたね。うん。まああの、今回もいつも通りスピードがあって爆走な感じはあったんですが、トリプルループよかったので、花丸に決めていった。トリプルアクセルもこれは花丸で決めていたと思います。うん。で、トリプルフリップ、トリプルトーループのところがちょっとね、あの、フリップの,あの飛んだ あ,のあと着地の時少しこうね、迷った感じがあって、まあでも、なんとかトリプルトをつけたんですが、まあ詰まりましたけども、なんとか加点にしようとごまかした感じがありましたね。うん。はい。まあこれがあってか、最後のところ、変な、危ねえっていう、こう、演技があったあと顔してました。そこら辺が、すごくインパクトに残りましたね。うん。ただ、ステップとかもすごい軽快に良かったし、足さばきがやっぱりうまいですね。うん。見せ方もいいし、やっぱその、なんかところどころの、その、なんだろう、こう、見せ方っていうところ、のパフォーマンス、うん、っていうのが、やっぱり、 チャッチを引きつけるんですよね。だから非常にこう高く点数が出る要因になっているのかなと感じました。うん。えー、スピンの、えー、スピンもですね、ぶっ飛ばしてましたね。本当ね、もうフライングキャメルスピンとかね。うん。 はい、で、肌も少しこう、なんかね、手入れしたのかなっていうところもありましたね。うん。はい。まあ、得点が85.11。まあ、トリプルトリプルがちょっと加点が伸びてなかったんで、そこら辺が伸びてくるとも点が出てましたけどね。うん。ぶっちぎりの1位でございますからね。まあ、フリー4回転とかもあるので、えー、素敵なウィジットや中で、えー、優勝してほしいなと思ってます。はい。うん。 次、エストリアのア,レットアフレット・レバンディ選手ですね。この選手は名地なんとかっていうところで、昔ヤニック・ポンソルが相当だったかなと思うんですけど、ダブルアクセルはまず引き分かったんですが、トリプルルッをステッピングアウトで、トリプルス、トリプルトーがなんとか決まりましたね。ただ、なんとかだったかなと思います。で、彼は始まりと終わりのインパクトが結構強かったですよね。ただ、ミスがあったんで、 7 0点超えな厳しいんじゃないかなと思ってたんですが、71.01で結構高かったなって思いましたね。やっぱ質がいいと評価あって、PCS が37点なんで結構いい評価になってるなって思いましたね。うん ね、うん。まあ、はい。まあ、結構、このトリプルトリプとか決めて、まあ、なかなか、そのトリプルアクセルも決めてもね、70点超えてる選手はそんなにいなかったんで、まあ、ダブルアクセルですし、トリプルトリプルもなんとか決めた感じで、ループもこれはステッピングアウトなんで、70点超えたの高いなって思いましたね、ちょっとね。うん。はい。まあ、ちょっといい点が出たかなっていう気はしました。はい。 イタリアのニコラミョー選手は、これはラグマリノフの金で滑ってましたね。で、ちょっといつもと違って緊張感は感じて、まあ連戦で疲れもあるかと思うんですけども、まあトリプルアクセルとトリプルループは花丸で決めていったと思いますね。ただトリプルループとトリプルトーループ、これステッピングアウトしました。うーん。ね。まあちょっといつもに考えすぎてしまったのかなっていう感じはしましたが、まあとりあえず乗り切ったのかなっていう感じはしますね。うん。はい。っていう感じで、76.72というわけになりました。はい。 うん、点差はほぼありませんが、まあ、フリーのことを考えると4回転ができる三浦佳生選手、かなりやっぱり有,っと有利なのかなという感じはしますが。うん、はい、まあ、ということは逆に吉岡望く君が、ね、今回7位ということなんですが、まあ、結構差がないので、まあ、ぶっちゃけ頑張れば本当にメダルの可能性もあると思うんで、えーまあ、あの枠も取りたいところなんですが、メダルも目指して、ね、頑張っていってほしい,いなと思いました。はい というわけで、男子のショート、感想をこ終わりにしていきたいと思います。ありがとうございます。バイバイ。